支持率で3番手を走るアン・チョルス候補の陣営が明らかにしたもので、選挙戦初日の15日に起きた選挙車両の運転手ら2人が死亡した事故を運動の一時中断の理由としています。2人が死亡したのは密閉された車内で発電機を使ったことによる一酸化炭素中毒とみられるということです。アン候補は活動再開の時期についてはまだ明言していません。選挙運動が本格スタートした直後に中断に見舞われるという異例の事態は、注目されている最大野党ユン・ソクヨル候補との一本化の行方にも影響しそうです。